お前さん、名は何と言え。その目、さしずめ、任に敗れた狼と言ったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を彫らなきゃならん。お前さんはお前さんで好きにしな。 何故俺はここにいる。ただ拾ったのよ。屍かどうかもわからぬものを野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。じゃが主の主は まだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だが、すぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見れば、その価値は十分にあろうというものじゃ。この左腕、俺に何をした？そいつは、 忍び義手。関腕の狼には、おあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を彫るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手。そいつは、ただ失った腕を補うもんじゃない。任具を見つけたら、わしのところに持ってくるがいい。任具だと？ そうか。このからくり。察しがいいな。忍具を持ってきたら、忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃ、その義手のありがたみがわかるじゃろうさ。喋りすぎたな。行きな。巫女様の血が利用されるとは。 どういうことだ。わしも詳しいことなど知らん。ただ、竜院、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのも、 そのせいかもしれぬな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。 その優しい顔の仏様は、わしの彫ったもんじゃねえ。誠の物資がおられたものだ。人が、己の内にあるものと向き合う。そういった時に助けとなるだろう。己の内にあるものとは？怒り、悲しみ、あるいは、 古い過去の記憶、そういった類のものじゃ。
見ぬ顔だな。そこもと、名は。名乗られぬか。だが、腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、あるいは。そこもとよ。ぜひ、それがしと、立ち会ってもらおう。やはり死なぬわな。
まことに息を吹き返したのですね。流陰の力、この目でしかと見ることになるとは。何者だ？エマと言います。去るお方に仕えるクス氏です。去るお方とは？すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。うん、信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。クス氏として助けとなりましょう。この瓢箪、お主が作ったというのか？はい、元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて、少し休めばまた満ちるでしょう。クス氏としての助けとは？瓢箪の種をお持ちください。種だと？はい、薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。ではまた。手に入れた。任務か？ああ。忍び騎手は騎馬者というたが、任務を仕込むことでその騎馬は形を変えることができるようになる。叩き立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ任務が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。そこにある優しい顔の仏様、そいつには妙な真似をするなよ。
物資殿には会われましたか？ああ、俺は。はい。我が師道元より聞いたことがあります。竜印は改正の力を授けることができる。しかしそれは常ならぬ力。繰り返せばやがて淀みがあふれ、関わった者に病として降りかかる。その病を流害と呼ぶと知りながらそれを止められなかったは私の不明です。すみません。その流害を治す術は？わかりません。ですが突き止めねば。まずは
死の残した記録を当たってみます。頼む。氷炭の種とはこれか。はい、それをこちらに。種を氷炭に植え付けます。よし、これで薬水の傘が増すでしょう。妙な薬だ。妙ですか。うん、悪い気はしません。貢献があれば奇妙と思うことでも勇んですべし。それが我が師道元の教えですので。そうか。ひょうたんの種を見つけたならばまた持ってきてください。薬水のかさ増しをしましょう。ではまた。Fire!
伊之助か、せがれよ。若様を見なかったかな。なんじゃ、黙ってしもうて。腹でも痛いかの。そなたは昔から腹を下しやすかったな。まあよい。せがれよ、この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。我が名は野上伊之助、平田家の老頭だった。どうかそこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。お主の母に会ったぞ。そうだ、そうだ、もらった。そうか、礼を言う。母はその鈴をずっと。
ため。何をしている？ああ、あなたですか。竜害の調べのため物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊？はい、咳とともに出たものです。血の色がわずかに淀んでいるような。しかしこれだけでは定かには。できることはあるか？竜害にかかった者が吐いた血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。竜害にかかった者がいれば当たってみよう。お願いします。ではまた。目をつぶり、鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。